若い時にドルガバーのベルトしてたやつ、素直な気持ちで香水聞けない。偏見じゃん。いや、恥ずい思い出やろ。自覚あったんだ。いやいや、そうやろ。今となっては。今となってはそうそうそう。だし、大体偽物やろ。いや、絶対偽物だってしない。高いですね。これどこ本物はね、はい。あ、でもそれを買ってるっていう、まあ、なんて見せつけたのは確かにありますし。お兄ちゃんにもらったとかね。そうそうそう。でもそのドルガバのベルトのブランドを下げたのは明らかに、その若い。どうぞプラビットの達成と、あれ人だと。ということで今回は世界に生息する日本ではありえないサイズのデカすぎる動物についてやっていきたいと思います。早口です。ありがとうございます。待ってました。ということで、つい最近もやりましたが、世界には栄養値の高い場所が存在して、そこに生きる生き物っていうのはどんどんデカくなってしまうということが判明しました。うん、はい、なのでその中から今回も大きくなりすぎた動物を紹介していきたいと思います。お願いします。まずは一つ目。ウマヅラコウモリ。よーしゃしゃ。どうも、聞いてないか、ウマヅラコウモリ。こちらはアフリカの赤道直下に生息するウマヅラコウモリです。その名の通り、顔が馬に似ていることから命名されました。体長は2、30センチ。翼は1メートルにも達するそうです。頭が大きいので、英名ではハンマーヘッドバットと呼ばれています。どうぞ。馬やん、マジで。本当だね。すごいよね。うん、ええー、え、これ、ポニーとさ、コウモリのハーフじゃないの、まあ、ポーモリってことポーモリ。だから、どっちがメスなんだろうね、そういう場合。いや、そこ興味ある。いや、そこじゃないの。違う違う。それが一種類なんでしょ。そうそうそう。まあ、似てるからってことになる。そうです。似てるだけですからね。なんでそうそうそうって、お前が言い出したら。お前が始めた物語だから。今の見て思ったけどさ、ウマヅラいるじゃないですか、こっち都市伝説の。はいはい。全然ウマヅラじゃなくないですか。いや、イケメンですからね。普通のイケメンですよね、あれ。うん。馬か、普通にかっこいい。なんでウマヅラなんやろ、続きまして、オサガメ。続いては、亀の中で最大種とされるオサガメです。回遊性が高いため、繁殖地は世界各国に広がりますが、サイズはどれも大きく、口長は190センチ。あ、先生じゃないですよ。甲の長さです。はいはいはい。はいはい、体重は900キロを超えます。画像がこちら。いやだから、校長じゃないよ。違う。まあ、合ってんだけど、確かに、甲の長さがすごいねって言ってるわけですからね。ドンブルドア貴重。そっちのもっと身近な校長俺。あと、オサガメのオサって多分、国のオサとか、村のオサとかオサやじゃん。ん？なんで？オサ。おっきいから。レビオサ。レビオサ。あ、そっちか。レビオサ。ハリーポッターから早く離れろ。お前だよ。いつまでホグワーツいんだよ。確かに、主ってことですよね。そう、オサ。はいはいはい。確かに、この大きさは怖いレベルですね。続きまして、オオサンショウウオ。え、こちらは、中国オオサンショウウオというものです。両生類では世界最大で、全長は1メートルを超えます。写真の個体は、撮影者によると、胡椒のような匂いがして、小さな子供のような鳴き声を上げるそうです。画像がこちら。魚？サンショウウオって何？待って、これ、オオサンショウウオですよ、ね。はい。で、胡椒の匂いする。そう。サンショウとコショウ。かけてるね。かけてるけど逆なんですね。山椒の匂いじゃないですね。胡椒だったっていうボケでしょ。ノブじゃないの。ノブじゃないの。最近流行ってる。違うよ。アメリカ版ノブじゃないですか。まあまあ似てるけどね。確かに確かに。もうこれが実際にいるわけです。まあ日本にもオオサンショウウオいるけど、向こうでも絶滅危惧種らしいです。でも日本のはこんなでかくないもん。でかくない。すごいなこれ。続きまして、シロナガスクジラ。最後に紹介する巨大生物は、やはりシロナガスクジラです。恐竜も含め、地球上に存在したあらゆる生物の中で最大であり、これまでに全長34メートルの個体が確認されています。画像はシロナガスクジラの頭蓋骨を写したものですが、これだけでもバス1台分ぐらいあります。頭だけです。これ最大なんだ。はい。これチンウラじゃないの？はい、チンウラじゃないですよ。これこうやってやった時じゃないですよ。チンウラじゃないの？でかすぎたの。これ頭だけ、頭部の骨だけでこのサイズよ。いや、わかんないですよ。体超ちっちゃいかもしれない。かわいいかもしれない。いやいやいや。いつまでチンコのとこにいるんだ。まだわからんやん。マジで？頭でかいだけですから。ああ。だから、何でしたっけ？顔が人間で体が馬のやつ。ケンタウルス。あ、そう、ケンタウルスの反対側っていう画像あるじゃん。あんな感じかも。あんな感じです。まあそうかもしれんけど、クジラはでも想像できるんでね。確かに。まあこのクジラっていうのが、もし地球上以外に生命体が存在しないのであれば、宇宙が生み出した史上最大の生物と言えるらしいです。そんなでかいんだ。そんなでかいです。34メートル。おお、確かに。プールよ。本当だ。あれが。あれででも25メートルだよ。そう。あれよりでかい。でかいのが泳いでるわけだ。確かに。
目の前来たらどうするよ。やばそう、冷静にやばいんですよ。ということで以上が世界に生息する日本では考えられないサイズの動物たちでした。あ、でもクジラとかいるんじゃない？いないのかな？いや、いるやろ。しかも確認されてるし。そうそうそう。あ、だから日本でね。あー、でも日本のそのやっぱ海流とかそのプランクトンであの大きさにならんのじゃないかな。でもそれこそさ、栄養価が高い町にいるからでかくなってるわけじゃん。うん、俺らがさ、意図的に栄養を与えたらなるってことでしょ、要するに。だからそれこそ、まあ、でもあんま栄養栄養言ってると、エドシーランになっちゃうから。栄養。けど、違うよ。進化で大きくなってるから、もともと、代々。そうそうそう。俺らがさ、骨格とかがさ、外国の方と違うのも、多分、それも遺伝なわけじゃん。うん、進化です。だから海外の動物も一緒。進化。だからじゃあ、俺が例えばゴキブリをプロテイン与えて育てるじゃないですか。うん、で、子供子孫できるじゃないですか。で、子孫もプロテイン与えて育てていけばどんどんでかくなるってこと？けどめっちゃ時間かかるで。それに人生かけれるなら確かに。そっか。足りない。かけるって言うならな。いや、無理なんですよ。そうやろ？でもまあじゃあ希望あるってことか。ちゃんと栄養与えれば。まだその話してる。いいしてるもん。ということで、まあ日本にもね、発見されてないだけで、このような巨大生物のクマとか、イノシシでいうとね、いる可能性があるので、ぜひ気をつけてください。まあ最後に余談なんですが、クジラの年齢というのは耳クソの年齢でわかるらしいです。え？耳クソが1年に1層ずつ持っていくらしいです。以上、勉強チャンネルノンストップラグでした。勉強チャンネル。さよなら。マイキ君です。あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうしても一緒にイミコアがやりたいと。そうなんですよ。いや、ツッコミのスピード本当半端ないですよね。あれ？本人に向けてるのかなと思いました。そういうのじゃない。天才？